丸の内サディスティック、すごいタイトルだよね。ワン丸の内サディスティックっていうさ、タイトルのセンスやばいと思う。丸の内マゾではなかったんだなっていつも思うんだよね。なんで丸の内マゾはダメだったんだろう。心悪いからかな。欧州は入社後栄光線で、東京は愛せど何もない、立憲シックスドゥをちょうだい、19万も持っていないちゃんの水、マーシャルの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に達しているだけ、ラット一つを商売道具にしているさ、そしたらベンジが灰に移ってトリップ。メンバーありがとう。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。タンタラタンタラパッパン。最近は銀座で警官ごっこ、国境は越えても乗車必須、領収書書いてちょうだい、税理士なんてついていない後楽園、将来そうになって結婚してほしい、毎晩寝具で遊戯するだけ、ピザ屋の彼女になってみたい、そしたらベンジや私をグレッチでもって、ルルルン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 。青缶で行ってちょうだい、終電で帰るってバイケン袋、マーシャルの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に達しているんだけ、ラット一つを商売道具にしているさ、そしたらベンジが灰に移ってトリップ、将来そうになって結婚してほしい、毎晩寝具で遊戯するだけ、ピザ屋の彼女になってみたい、そしたらベンジや私をグレッチでぶって、丸の内サディスティックでした。